宿屋の出張所から番頭が出てきて改札を知らせた。陰気な冬支度の土地の人が 4、5人、黙って乗り降りしただけであった。ホームへは入らないわ。さよならと駒子は待合室の窓の中に立っていた。窓のガラス戸は閉まっていた。それは汽車の中から眺めると、裏ぶれた乾村の果物屋のすすけたガラス箱に不思議な果物がただ一つ置き忘れられたようであった。汽車が動くとすぐ待合室のガラスが光って、駒子の顔はその光の中にぽっと燃え浮かぶと見る間に消えてしまったが、それはあの朝雪の鏡の時と同じに真っ赤な方であった。またしても島村にとっては現実というものとの別れ際の色であった。国境の山を北から登って長いトンネルを通り抜けてみると、冬の午後の薄光はその地中の闇へ吸い取られてしまったかのように、また古ぼけた汽車は明るい殻をトンネルに脱ぎ落としてきたかのように、もう峰と峰との重なりの間から暮色の立ち始める山丘を下っていくのだった。こちら側にはまだ雪がなかった。流れに沿うてやがて荒野に出ると、頂上は面白く切り刻んだようで、そこから緩やかに美しい斜線が遠い裾まで伸びている山の葉に雪が色づいた。野杖にただ一つの眺めである。その山の全き姿を淡い夕映えの空がくっきりと深花台色に描き出した。月はまだ白色で、冬の夜の冷たいさえはなかった。鳥一羽飛ばぬ空であった。山の裾野が遮るものもなく、左右に広々と伸びて川岸へ届こうとするところに水力電気らしい建物が真っ白に立っていた。それは冬枯れの車窓に暮れ残るものであった。窓はスチームの運気に曇り始め、外を流れる野のほの暗くなりにつれ、またしても乗客がガラスへ半ば透明に映るのだった。あの夕景色の鏡の戯れであった。東海道線などとは別の国の汽車のように使い古して色あせた旧式の客車が 3、4両しかつながっていないのだろう。電灯も暗い。島村は何か非現実的なものに乗って、時間や距離の思いも消え、虚しく体を運ばれていくような放心状態に落ちると、単調な車輪の響きが女の言葉に聞こえ始めてきた。それらの言葉は切れ切れに短いながら、女が精一杯に生きている印で、
彼は聞くのがつらかったほどだから忘れずにいるものだったか。こうして遠ざかっていく今の島村には旅習を添えるに過ぎないようなもう遠い声であった。ちょうど今頃は幸男が息を引き取ってしまったろうか。なぜか頑固に帰らなかったが、そのために小幕は幸男の死に目にも会えなかっただろうか。乗客は不気味なほど少なかった。50過ぎの男と顔の赤い娘とが向かい合ってひっきりなしに話し込んでいるばかりだった。肉の盛り上がった肩に黒い襟巻きを巻いて娘は全く燃えるように見事な血色だった。胸を乗り出して一心に聞き楽しげに受け答えしていた。長い旅を行く二人のように見えた。ところが製紙工場の煙突のある停車場へ来るとじいさんは慌てて荷物棚の柳氷を下ろしてそれを窓からプラットフォームへ落としながら、まあじゃあご縁でもってまた一緒になろうと娘に言い残して降りていった。島村はふっと涙が出そうになって我ながらびっくりした。それでひとしお女に別れての帰りだと思った。偶然乗り合わせただけの二人とは夢にも思っていなかったのである。男は行商人か何かであろう。